アンジェラ・ベイビーは中国出身の女性ファッションモデル、中国、香港の女優である。1989年2月28日、上海市で生まれ、小学生の頃香港に移住した。父方の祖父がドイツ人である。2004年に香港ディズニーチャンネルの MC としてデビューし、2007年にモデルとしての活動を開始した。2010年2月、 ウォンカー・ウアイ監督の作品、ブエノスアイレスのスチール写真起用で一躍有名になった写真家・ウンシャの初監督作品に主演。これがきっかけで台湾版、ボーグや ID、ニューヨークタイムズなどの国際的な雑誌のファッションページに登場した。2009年に日本の芸能事務所、エーベックスグループホールディングスと契約。 同年夏から日本での活動を本格化させた。その後、日本の事務所、エージアクロスに所属している。女優としては主に映画に出演していたが、演技力については評価されないことが多かった。だが、2015年に主演した、テレビドラマ、雲中歌えを奏でるでの演技が好評となり、以後は、ドラマ、映画に並行して出演している。中国語、英語、 日本語が話せる。2015年、俳優の工業名と結婚した。2017年に第一子出産。日本語吹き替えは、桜井里志が担当することが多い。ミュージックビデオ CD ジャケット。ありがとうございます。